お前も知ってたんだよな、鶴野。こいつの正体。ただもんのわけねえと思ってた。こいつはあれだ。堂島の。もうええ。そこまでや、上流。それ以上やったら、この船出られんようになる。何ぼさっと突っ立ってんだ。親分の面倒を見てやれ。ダハ、ふざけんなよ。これお前生きて帰れると思うとんのか。なんや聞き捨てならんの。上流は渡瀬組の客人やで。それを俺の前で殺すいうんか。自分とこの親父やられて引っ込んでられまへんわ。ああ、そしたら自分、西谷会長の言いつけに背くんか。ああ、さっき喧嘩の前に言われたやろが、お前ら全員手出すなってな。俺は間違いなく聞いたで。お前はどないや。そんなもん覚えとらんですわ。何威張っとるんやボケ。そんな鶏みたいな頭でよう俺に吠えたの。ニワトリ？そしたら何か？お前は会長の言いつけにも渡瀬組頭にも逆ろうて上流殺す言うんやな。他のもんもそうか。そうやったら言うてみ。やっぱりお前だけやないかい。お、ちょ待ってくださいよ。ええやろ、うちを敵に回すんやったら覚悟せえよ。いずれ手打ちにするとしても、そん時はお前の首が最低条件や。それでもまだ俺に吠えるんやったら、大した度胸や。線香の一本でも上げて褒めたるわ。身の程わきまえろや。すまへん。すまんかったな。もう行ってええで、上流。西谷会長には俺からよう言うとく。上流、おかえり。なんや、大変そうやったな。みんなえらいこっちに睨んできとんで。ああ、目合わせない方がいい。すぐに出してくれ。西谷が目覚ましたら面倒なことになる。あんた、どこ行っても楽しそうにやってるな。ほんま感心するわ。もしもし。俺です、鶴野です。今やっとこっちもキャッスル出てきたとこで。そうか。西谷はどうなった？目探した途端まるで盛りなついた猫や。発情しきって下手したら俺もどうかされる思ったぐらいで、組の門に上流探して連れてこい言うてます。すぐ追っ手がかかります。西谷自身は出てこねえんだ。横着しやがって。今の鬼人会は他に島を持たん新しい形の組です。あの人を船から降ろすにはどうしたらええもんか。ならちょっと思いついたことがある。蒼天堀で会えるか。それとできるだけ金をかき集めて持ってきてくれ。現金で。できるだけと言いますと？500億とは言わねえよ。お前が一人で持ち歩ける程度でいい。明日までにご用意します。どちらへお持ちすれば？そうだな、毘沙門橋でいい。説明はそこでする。わかりました。金ができ次第連絡します。ほな。
はあ。何？おい。いいよ。Huh.
何？いや。頼むわ。あの、ちゃう。よろしくな。
おい、おい、
いや、どないしよう。せやな。えらいこっちゃ。おう。バッチリ頼むで。上流、おはようさん。あなあ、町出るんやったら気つけや。貴人会がめっちゃあんたのこと探してるで。えらい剣幕や。へえ、そうだろうな。あんたってあんま目立ったらあかんのと違うけ。好きでこうなったわけじゃねえ。だがまあ、少しの間お騒がせする。は？どういうこと？任務上必要なことをするってことだ。
やっぱりようわからん。すぐに向かう。お待ちしております。ご用意したのは3000万です。もうちょいカッコつけたかったんですが、キューバで集められるのはこんなもんや。これで足ります？十分だ。大変だったろ、オンニキル。何に使うつもりかご説明いただけるんですよね？西谷をおびき出すのに使うんだ。あいつは鬼人会の組員に俺を探させてるんだろう。なら俺の居所も動きも知らせて、こっちに出てきたくなるようにする。たっぷり挑発してやるさ。挑発？鬼人会の追い込みでビビってるはずの男が蒼天堀の夜を豪遊してたら、奴はメンツ丸つぶれ。いつまでキャッスルにこもってられるか見物だぜ。それじゃあこの金、豪遊のためでっか？せやけどもう鬼人会は結構な数であんたを探してます。これ以上煽ったら西谷にマジであんたをやりに来ます。いいか鶴野、そんな声出してちゃ蒼天堀を楽しんでるようには見えねえぞ。もしかして俺も一緒に？俺だけじゃ一晩で3000万も使い切れねえ。一晩で全部？お前らは500億で俺の命を買ったじゃねえか。今さらはした金だろ。俺にくれてやるつもりで持ってきたんだろうし、派手にやっちまおう。なるべく西谷の目を引くようにな。どうりで事前にどう使うか教えてくれんかったわけや。そうと知ってたらこんな苦労して3000万もかき集めんかった。もう諦めろ。男ってのは一度出したら引っ込められねえもんだ。手始めにこの街で一番いい女がいて酒のうまい店に行く。どの店だ？わかりましたよ。それやったらキャバレーグランドや。ジャブジャブ使ってもらえないですか。ああ、指示堂のやつもそこに呼びます。カママンでしょ？もちろんだ。よし、じゃあ行くとするか。そうか、この店だ。キャバレーグランド、ご存知で？ああ、前にも来たことがある。蒼天堀で一番の店ってのも納得だ。なるほど。
頭、先にやらせてもらってますわ。いつもは呼び出してもこんな早く来んのにな。珍しいな。獅子道上流俺までご商売に預からせてもらって、好きなだけ飲んでええとか。ああ、今夜は楽しんだらいい。お前は苦労人だったんだろう。俺は上流ってもんだ。とりあえず今いる客全員に一杯おごらせてくれ。え、嘘、すごい。今夜はみんなにも楽しんでもらいたいんだな。金が足りなきゃもっと出せ。ほんまでっか。なんとまあかしこまりました。では上流様、グランド一同、真心込めておもてなしいたします。皆様お楽しみのところ失礼いたします。ただいまより皆様へ、あちらの上流様より一杯振る舞わせていただきたいとのことです。よろしければ拍手をいただけますでしょうか。俺は上流だ。これからよろしくな、蒼天堀。いよ、上流様。頭、桐生さん、これ人飯飲んで生きとった反動っちゅうことですかね。当たり前やろ、他に何がある。これで分かったな。今みたいな要領で名前を売っていく、すぐに鬼人会の連中が食いついてくるはずだ。西谷の耳にも入る。ええ、まあそれは確かにそうですわ。寄ってくる鬼人会ぶん殴ってりゃ西谷もしびれを切らす。いつまでも部下に任せてばかりじゃいらんねえあんたの狙いは完璧に理解しましたよ。ほな次行きましょう。蒼天堀を遊び尽くすんやねえ、頭。ああ、せやな。もうええ、やったるわ。次あれです、カラオケ。カラオケ行きましょう。うちの組員も集めますわ。俺が声かけたら速攻来ますんで。見つけたで上流。派手に遊んでるそうやな。我随分舐めたまねしてくれるやないか。上流、あいつら鬼人会のもんですわ。ああ、やっと食いついてきたな。遅いくらいだ。鶴野の頭、上流は渡してもらいます。文句ないやんな。ドアホ、何寝ぼけとんねん。そもそもお前ら誰や。上流はうちの客人や。お前らなんぞ顔も知らんさん下に渡すかいな。それが渡せ組の答えっちゅうわけかい。西谷会長にはしっかり報告させてもらうで。西谷に言っておけ。文句があんなら直接俺んとこに来いとな。せやないと可愛い子分どもがどんどん痛めつけられるで。まず手始めにお前らからや。上等や。やれるもんならやってみ。ぶっ殺したら。
畜生か。鬼人会の奴らまだまだ来るだろうな。俺らが遊べば遊ぶほど寄ってくるはずだ。ええ、そいつら帰り討ちにし続けとったら西谷会長はメンツ丸つぶれや。確かに辛抱たまらずキャッスルから出てくるかもしれん。じゃあ次だ。今夜は蒼天堀を遊びきるまでとことん付き合ってもらうぜ。分かってますわ。お前らもええな。へいへいへい。誰かこの中にゴルフの腕自慢はいるか。自分で言うもおこがましいんやけど、俺は地位とうるさいです。意外だな。ゴルフやるタイプには見えない。よう言われますけど最高やないですか。世界で一番ボールをかっ飛ばす競技や。ほんなら一応勝負といきましょう。あんたが俺のスコア越せるかどうか受けてもらえまっか。勝負ごとには目がないもんだな。いいだろう、乗ってやるよ。ほな自分から先打ちまっせ。兄貴ナイスショット。ごっつさすがですわ。こらすごい。さあ打つか。よし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 。
よし、完璧だな。やるやないですか。まさか俺のスコア超えてくるとは。悪いな、勝ち負けにこだわりすぎるのが俺の大人げねえところだ。よう分かります、全く同感や。そしたら勝者は称えられなあきまへんな。これ受け取ってもらいます。金かけてるつもりはなかったもんだがな。勝ったもんには賞金を出すもんや。俺もキャッスルでイベントやっておりますんで、気持ちを受け取ってな。そうや、橋から金ばらまくとかどないで。なんかありましたか。ついてきます。Yeah.
間食っちまった。ついにどないしました。結構歩きましたな。まあそ行きましょうか。しばらく寝てろ。どないしました。なあ、釣るな。そう。なあ、次。もうこ。いらっしゃいませ。いただきます。気に、よし、行くか。ありがとうございました。ありがとうございました。恵比寿屋、次はここでっか。ああ、買い物だ。町の店も潤して顔を売ってやろうじゃねえか。いらっしゃいませ。ここにはスーツもあるのか。なるべく質のいいもんがいい。質のいいスーツをお求めで。でしたらうちは大阪一でございます。さあ、いかがでございましょう。おお、悪くね。ただお値段が少々張ってしまいます。よろしければご予算を伺っても。金ならあるんだ。心配いらねえと思うぜ。
俺は上流ってんだ。この辺のスーツに合わせられるもんもあるか。は、はい、少々お待ちを。上流様、ただいまご用意します。このシャツなどいかがでしょうか。有名俳優も愛したハイブランド品となります。もらおう。他にはあるか。こちらのネクタイなどはいかがでしょう。こちらはカシミヤを使った品でして。いいだろう、気に入った。全部包んでくれ。あとは時計とメガネと、それに靴もだ。あんたの方で適当に見繕ってもらえるか。は、はい、かしこまりました。本当にどうもありがとうございます。鶴野、買い物ってのは楽しいもんだな。そりゃ人の金ですさかい、当たり前や。けどこうでもせんと金が使い切れん。せや、俺も新しいスーツ買うてくか。あんちゃん、なんかええのある？あ、あります。もう何でも好きに持ってってください。なんだそりゃ。腹が減ってきたな。次はここで飯でもどうだ。お、ここに目をつけるとはお目が高い。うまいと評判の店ですわ。よっしゃ、お前らも好きなもん好きなだけ頼めや。ほまでっか。こんな店でわしらもご一緒させてもらえんの初めてごちになります、頭。ありがとうございます。鶴野、お前あんまり下のもんにおごったりしてねえみてえだな。あ、いや、そうやったっけな。頭はよその組幹部との付き合いやらでお忙しくしておりますんで、あんまりしもじもと飯食う暇もないんですわ。なら今夜は汚名返上と行こうじゃねえかな、鶴野。見ろよ鶴野、みんなうまそうに食ってるじゃねえか。おう、お前らそんなガッツくんやない。ごちそうは逃げたりせんで。ったく、恥かかせんなや。親父に見せられへんで、こんなとこ。せやけど頭、こんなうまいもんわしら初めてですわ。高いもんはやっぱうまいんやな。なんや、泣けてきますわ。アホ抜かせ。どうせお前らの舌で味の違いなんぞ分からんやろ。いやでもほんまうまいっすよ。わーったわーった。どうか。ほな、また3000万作ってみんのもええかもな。頭、みんなで一緒に食う飯はまた格別ですわな。酒もうまいぜ、鶴野。もう一度乾杯と行くか。いや、もう何遍乾杯させるんすか。あんた、見た目より相当酔ってるな。3000万使い切る気で飲んでるからな。ほら、お前も飲むんだよ。これ断れまへんで、頭。ええやないですか。乾杯しましょう。ったく、しゃあないの。お前ら準備はええか。えい、今夜は好きなだけ下品に贅沢せ。空から金の降る夜や。乾杯。乾杯。乾杯。ふう、うまかったな。今夜はほんまにええ気分や。やっぱりたまには下のもんにもええ思いさせんと。こんな機会ができたも上流のおかげですな。ごちそうさまでした、上流。ほんまうまかったです。おきり、上流の兄貴。いや、上流。おい、こら、金集めてきたんは俺やぞ。
頭下げる相手ちゃうやろ。まあまあ頭、恩は着るもんや、着せるもんちゃいます。ち、わかったわかった、言うてみただけや。ああ、なんやキリュウさん、もう遊びきったような顔して。まだ金使い切ってませんよ、もっと無駄遣いしましょう。頭もこう言ってますんで、俺ももちろんついていきます。そうか、じゃあまあ他にも遊べる場所があればな。さて次はどうするか。一目引こう言うたらやっぱ女です。綺麗どころ連れて練り歩きましょうや。なるほど、悪くねえ案だな。当てはあんのか。おう、お前ら店回って何人か連れてこい。全員ナンバーワンのキャストや。えい、急に呼び出してすまんな。お前らがおらんで寂しかったんや。獅子堂さん相変わらずやね。どないでっか、ジョーリー。この子たち蒼天堀のオールスターです。ふん、確かに悪くね。ジョーリューさんってクールなん。クールなのは嫌いか。お金持ちのかっこいい男はやっぱりクールやないと。うちの客人によう言うた。ほれ、ご褒美や。ああ、ほんま、どうもありがとう。お金のシャワーもっと浴びさせて。ええ調子ですわ、上流。こういうんがお望みやったんとちゃいまっか。ああ、飲み込みが良くて助かる。金を使わなきゃなんねってのも一苦労だな。言うてくれたらまたいつでも手伝いますわ。どっちか言うと得意な仕事や。分かった、覚えておこう。お気に。そうや、どないしました。
時間食っちまう。そうや、行きましょうか。ついていきます。よし、次はこの店にするぞ。おお、ええですな。確かここカラオケあります。これは派手に騒げますな。盛り上げ役もいっぱいおるし、歌い倒しましょう。お前らええな、気合い入れてけや。へい、もちろんですわ、やりますぜ。よっしゃ。文句はねえようだな。それじゃあ行くぞ。どの曲にするか。この歌を贈るぜ。どれだけ深く愛したら俺に振り向いてくれるのかい。何度も傷つき泣かされてきたのに、むっちゃ渋いな。まだいつのことが好きなんて。幸せ色の人波に涙よどうか埋もれてくれ。不甲斐ない寂しさ、ちっぽけなプライド、あぶり出すようなジングルベル。あの子が吹き消し微笑む姿、夢見ていたライターで灯したタバコにロマンチックな雪が降り積もる。さよなら、さよなら、もうすぐ愛しいあの子はあいつの腕の中。さよなら、降りないプレゼントの配り先のない哀れなサンタクロース。世界中が愛で満ちる夜に、さよなら俺のサイレンラー。お疲れさんです。ふう、思いっきり歌ったな。全員悪くなかったぜ。盛り上がりましたな。体めっちゃ熱くなったわ。俺もです。それにしても上流、あんたなかなかええのどしておりますな。今度うちの親父とデュエットなんてどないです。俺ら命がけで盛り上げます。そうだな。そいつはいつか機会があれば考える。続いていきます。次はこの店だ。うお、プールバーでか。どないです、ジョリュー。ここで俺と一勝負。ビリヤードでか。いいだろ。おお、自信満々、中華親。昔ハマった時期もある。だが挑まれたからには手加減できねえぞ。
お二人で勝負でっか。おもろそうですな。ビリヤードは頭も相当やりますぜ。なるほど、そう来なくっちゃな。なら楽しませてもらうさ。手加減しないぜ。うお、怖っ。あ、力みすぎだぜ。残念でした。よし、負けてられねえな。どうした？よし。おお。残念でした。力みすぎだぜ。よし。ほう。残念でした。よし。やるじゃねえか。どうした？残念でした。あ、力みすぎだぜ。残念でした。どうした？
よし。はあ。残念でした。あちゃー、力みすぎだぜ。ふん、ほう。よし。ほう。ふん、悪いな。案外やりますね。さすが言うだけのことあるで。お前もなかなかだったぜ、鶴野。おかげでいい勝負ができた。歯医者にかける言葉も気持ちええわ。そしたら勝者は称えられなあかんな。これどうぞ。おい、俺に金渡してどうすんだ。こんなんじゃ3000万使い切れねえぞ。俺が用意した金や。どう使おうが勝手でしょ。頭、相当悔しかったんやな。まあそういうことなら受け取っておくか。急にどないしました。そうや、ついてきます。もしもし、鶴野です。どうやら西谷がキャッスルを出たらしいですわ。昨夜の作戦が当たったのかもしれません。桐生さんに怒り心頭っちゅうことやろ。よし、西谷が船を降りたとして奴はどこに向かう。桐生さんを追ってくんなら蒼天堀でしょうが、まだ正確な場所までは。そうか。会長がどこにおるかは俺の方でも探り入れてみます。せやけどキャッスル出たんやったらどうとでもなりますわ。あの人には悪いですが、しばらく動けん体になってもらわな。ほなまた。なあ上流、ちょっと今あんたのことで情報入ってきたで。ん？鬼人会がキャバレーグランドに怒鳴り込んでるんやって。上流出さんかー言うて。まずいな、グランドに迷惑かけちまったみてえだな。うちのネットワーク役に立つやろ。ああ、鬼人会は何人くらいいる。20とか30言うてた。結構な数だな。ほっとくわけにもいかねえ。わかった、ありがとうな赤目。
るのだ。この店、貸し切りか？お、踊れ、上流。お前ら、鬼人会だな。そうか、こっちの探すテーマを省いてくれたんか。上出来やないかい。オーナーわしらで、お前の生きるテーマ、食べたれ。Hit!
立たなくていいぞ。まだ痛い目に遭いてんなら止めねえがな。くそが。西谷はどこにいる？キャッスルから降りたんだろ。鬼人会は闇に潜ったとこからが真骨頂や。敵に回したが最後、いつどこから刺されても不思議はない。もう枕高くしては眠れんな。お前も親分の居所を聞かされてねってことか。ここにいる他の連中も。おうよ、わしらは知らんで。知ってたとこで絶対口割らんがね。要は親分に信用されてねえんだろ。威張っていうことか。ほなお前らみんなただの三下っちゅうわけかい。このボケが。チンピラが人の店めちゃくちゃにしよって、この始末どないしてくれるんや。お、あんた上流様、おかげで助かりましたわ。こいつら急に店入ってきて私ら監禁したんです。女の子たちもみんな怖がってもうて。いや、こんなことになったのは俺のせいだ。すまなかった。全部弁償する。そんな弁償やったらこいつらにさせますさかい。どう見たって悪いのはこいつらや。それはどうでしょうね。花はこちらのお店に被害が出たのは想定外だったんでしょう。が責任の一端は上流にあります。ですのでご心配なく、弁償は私の方からさせていただきますよ。被害額のお見積もりだけいただけますか？どこのどなたか存じませんが、ありがたく頂戴します。私は花輪と申します。以後お見知りおきを。花輪様、どうも大喜利。あなたも本当に立場をわきまえてるのか。ずいぶん目立つご活躍で。500億の仕事だからね。手抜いたらあんたらの顔も潰れんだろ。西谷をキャッスルから降ろしたまではよかったが、そこで早くも行き詰まってしまったということでしたね。まあな。逆に西谷はいつどこからあなたを襲ってくるかもわからない。彼が本来の力を発揮すればターゲットは気づく前に殺されてしまう。それが殺し屋の怖さです。事態は進んだように見えて、実はかなり危険な状況になったのでは。わざわざそんな嫌味を言いに来たのか。
敵は近江連合でも抜きんでた力を持つ組織です。鬼人会の名前なら私だって以前から知っていました。渡瀬が彼らを警戒するのも道理です。あなた一人で敵に回すのは自殺行為ですよ。西谷の居所さえ分かればそうでもない。でしたら考えることです。敵の気持ちになって次にどんな手を打ってくるか、もしくはどんな手を打たれたら相手が一番嫌がるのか、そこをついていけば相手を思い通りに動かせるはずです。例えば闇に隠れている敵を引きずり出すこと。相手が一番嫌がることか。なるほどな。極道にこんなアドバイス、釈迦に説法でしたね。グランドの弁償と後始末はお任せください。あなたには500億の仕事に専念していただかないと。ゼロです、キリさん。昨夜西谷を煽っちゃ見たが、まだ足りなかったと見える。もっとあいつが嫌がることをしようと言いますと。あいつが一番大事にしてるもんを奪ってやるんだ。キャッスルをな。はい。私組の兵隊を集められるだけ集めてキャッスルに向かわせてくれ。俺もこれから向かう。会長の西谷が船を降りたんだろ。ならキャッスルの警備は今手薄になってるはずだ。それはキャッスルを乗っ取るちゅうことでっか。ああ力ずくでな。いや、ちょ待ってください。そんなにしたら渡瀬組と鬼神会でドンパチや。それを避けるために会長言わしたるんが俺らの計画やないですか。分かってる。お前らバレねえように目出し帽でもかぶり合い、大道寺を不当で襲ってきた時もうまくいったろ。そりゃそうやけど、今回は近江の身内が相手なんです。大胆すぎません鶴野。お前は俺がキャッスルに着くまでに腹を決めとけ。悠長にやる気はねえんだ。俺は一人でも行くつもりだからな。わかりましたよ。俺も渡瀬組の頭や。今腹を決めました。すぐキャッスル行きます。いい返事が聞けてよかった。じゃあまた後でな。
するんだ。はい。思ったより頭数が揃わなかったんだな。おっつけすぐに来ますよ。せやったら少し待ちましょうか。いや、敵も大した数じゃない。ここにいるメンバーだけで十分だ。俺としては結構おるなという印象ですが。ジョーリー、我よう来たやないか。お仲間連れて強気になったんか。キャッスルの総力を上げてもてなしたるわ。いい感じなおりやな。やっぱ勝ち込みはこうでないと。ああ、向こうも張り切ってるようだ。行くぞ。ギリュウさん、船の制御も奪いました。もうキャッスルは完全に俺らのもんです。いつでも好きなとこに動かせますわ。せやけど、ええんですかね。下手したらこの船かなりヤバいことになります。フン。それが狙いだ。西谷に今の状況を教えてやんなきゃなんねえ。いつまでも隠れてちゃキャッスルをなくすってな。ほな早速船長に出せ言うてきますわ。続いてニュースです。大阪湾へ船籍不明の巨大コンテナ船が侵入。海上保安庁の呼びかけには一切応じず、1時間ほどして再び沖に向かって姿を消したとのことです。
コンテナ船は世界最大級の大きさとみられ、船橋部分にはなんとお城のような建造物が確認されています。他にもライトアップされた建物が並んでいるように見えます。海上保安庁は船籍不明のコンテナ船が日本近海の航路の安全を脅かす可能性があるとして引き続き調査を進める方針とのことです。花輪です。ご依頼のキャッスルの動画、先ほど報道に流しました。ああ、さすがに仕事が早いな。助かった。今頃鬼人会の会長へも報告されているでしょう。なかなかいい手です。これで西谷は動かずにいられません。放っておけば彼はキャッスルを世間にさらされて全てを失う。今回の報道がその警告であることも理解するはずです。さて、では彼は次に何をしてくるでしょう。俺に連絡を取ろうとしてくるはずだ。そして西谷にとって、俺と確実に連絡が取れると分かっているのは鶴野だろうな。やはり極道というのは人に嫌がらせをするプロですね。また何かあれば言ってください。それでは。鶴野です。これは西谷会長。俺もさっきニュースで知りました。まさかあのキャッスルが乗っ取られるなんて、ほんまに信じられませんわ。あ、上流、奴がキャッスルの乗っ取り犯？いや、そんな。こないだは確かに蒼天堀で遊んでましたがね、一応客人としてもてなしとっただけで。せやけど、もちろん奴には俺の方から連絡つけます。はい、ほな、そちらの番号に連絡させますんで。ええ、わかりました。失礼します。お聞きの通りで、西谷会長が連絡してくれ言うております。お前はグルだって疑われてねえのか。疑われないわけあります。だとしても、西谷はなんで身内の渡瀬組がこんな動きをするんか見当もつかん。せやから白黒はっきりせんうちは下手なこと言えんちゅうわけや。なら、こっからは短期決戦でいかねえとな。俺らがグルと捕まれる前に西谷を潰す。しくじりや、渡瀬組と鬼人会は正面からドンパシだ。東条会との合同解散は計画倒れになっちまう。ええ、確かに。その通りや。遅かったじゃねえか、桐生さん。俺の名前は上流だ。時間がかかったのは、お前に送る写真を撮ってたもんでな。写真？今送ってやる。いい船だ。札に没収されるのはもったいねえ。これは何の真似だ。てめえ何が目的だ。先にふっかけてきたのはそっちだ。お前が俺に絡んでこなきゃこうはならなかったんじゃねえのか。とぼけやがって。なら死んだはずの桐生一馬がなんで近江の船に乗り込んできた。ただ遊びに来たって。そんなもん誰が信じる。鶴野も獅子堂もグルだろ。あ？お前なんとか言え。電話に叫んだとこで誰も怖がっちゃくんねえぞ、会長さん。なるほど。
上等だよ。ならこっちに顔出してもらおっか。やっと誘ってくれたな。その言葉待ってたぜ。蒼天堀にゴルフセンターがあるな。明日あそこに来い。うちの若頭を迎えに行かせる。お前は来ねえのか。心配すんな。おとなしく案内係についてったら会ってやる。あんたはもう俺のこの手でやらなきゃ気が済まねえよ。楽しみにしてるからな、キリュウさん。上流様。ええ。ええ。はい。いや。お願いします。ああ。ああ。よろしくな。え、申し訳ございません。おう、
おい。おう、ん？え？ええ。上流。え。
気に入らないね。上流。おう。ありがとうございます。いや、悪かったな。上流様、はい、上流。あ？ん？
お前らが鬼神会の出迎えか。若頭が来るって聞いたんだがな。頭ジュンはわしのことや。ただ大手すぐやけど、お別れ言うことになるな。それが西谷の命令か。てっきり本人がやる気なんだと思ってた。親父がその気でもわしらが見過ごせんのや。あの人は近江連合の大幹部やで。あんた相手にすんのは危険すぎる。せやろが、桐生一馬。その男ならもう死んだ。ほな何度でも殺したるわい。よくここが分かったな。俺らもずっと大阪中網張ってましたんで。ここにいる鬼神会みんな湾岸近くのある場所から来ております。多分西谷会長もそこにいるかと。おい待てよ。それが分かってんならここはもう車でずらかりゃいい。ええやないですか。準備運動にはうってつけの雑魚どもや。踊れ。誰が雑魚や。
案外エーバディとちゃいます、俺とあんた。それよりいいのか、こんな大っぴらに鬼人会とやり合って、立場上まずいって話だったろ。せやから顔隠してるやないですか。それに西谷会長さえ潰したら、その後はもう誰もうちに文句言えん。短期決戦で言ったらええんですわ、俺とあんたで。鶴野は何て言ってる。西谷の居所掴んだのも、俺をここへ起こしたのも、みんな頭の指示ですわ。今日こそ西谷とケリつけたろ言うて。また奴の居所が変わる前にな。そうか。ほな、二人で西谷に手こましてやりましょう。俺の方はいつでも行けますんで、乗ってください。そういえばご存知でしたか、桐生さん。西谷会長は人言派の出です。人言派。昔東上界に何度も潰されてきた韓国マフィア、その生き残りの荒野メンバーとはチリジリになって、西谷会長も自分の出自を隠し日本人として生きてきた。で、持ち前の力と凶暴さでのし上がってから組にカミングアウトしたんです。まあ近江の中でそのことどうこう言うもんは誰もおらんし、鬼人会の会長に面と向かって言えるわけもない。日本最大の極道は何人だろうが、いっちゃん強いもんが上に立つんや。なんでそんな話を俺に。あんたも人言派を叩き潰してきた一人やないですか。多分西谷会長はあんたが堂島の竜と知ったんで、えらいハッスルしとるんです。桐生一馬の因縁は一遍死んだぐらいじゃ消えそうもない。他にもボロボロ出てくるんとちゃいます。そん時は何度だって死んでやるさ。それは沖縄の子供たちを守るためちゅうことで。あいつらの話はお前らに関係ねえ。ほっといてもらおう。とんだ失礼を。どうやら仲のいいバディとはいかんようで。
あの倉庫の奥にあるのが鬼人会のアジトです。元は近江連合のフロントが管理してた建物で。お前は初めての場所じゃねえのか。作戦があんなら先に言っといてくれお互い小細工は好かんでしょう。西谷会長の部屋はあそこの最上階です。作戦は正面から教える。邪魔する奴はぶちのめす。会長は半殺しにする。他は流れで頼ませよ。悪くねえ作戦だ。だがいいのか確か西谷はお前にとって関西極道の鏡だったんだろう。憧れたもんの上を行くんが大人っちゅうもんです。いつまでもガキのまんまじゃあかんやろ。これからやんのが勝ち込みじゃなきゃいいセリフだった。やっと来たかよ桐生。こんだけ人からコケにされたのはいつぶりだ。次は最初から殺す気でやってやる。せいぜい楽しませてくれや鬼人会。せやな上流。はあ、行くぞ。ここがどこだか分かっとるんか。俺最後はいいか。こっちの番だ。Yeah!
よく可愛がった後に沈めたるわ。塞ぎおって俺まだまだ暴れとりんの、ガンガン行っとりましょう。なかなかやるみたいやが、ここまでや。Yeah!
ずいぶんえげつないですね。壊れてしもうたか。西谷会長の部屋はこの上です。きっちり半殺しにしておりましょう。気ぃつけとるんは渡瀬組の仲間です。頭のご指示で。鶴野、あいつもここに来てんのか。話は後や。今は火が回りきる前にやることやらな。よく来たなお二人さん。そっちの犯人や。それでごまかせてるつもりかよ、シシド。さすが、英明してますな。どういうつもりだ。俺ら近江の内輪で潰し合ってお前らに何のメリットがある。メリットの話で言うたら、キャッスルはありがたくいただきました。鶴野の頭もお喜びでしたわ。そんなのが目的じゃねえだろ。金なら渡瀬組も十分稼いでる。今さら鬼人会敵に回してまで欲しがるか。しかも桐生一馬が生きてたこととはつながんねえ。なあ桐生、あんたももういいだろ。顔見せてくれよ。やっぱりだ、堂島の竜。なんだよ、あんたが全盛期の時にぶち殺したかったな。シシド、俺一人で行く。お前は手出すな。ええ、お手並み拝見といきますわ。お前桐生とはどういう関係なんだ。シシド、鶴野も一枚噛んでたよな。まさか渡瀬の頭も承知か。どうでもいいだろう、そんなことは。あ、これからあんたを叩き潰す。別に恨みがあるわけじゃない。こいつは仕事だ。だがこの間の喧嘩じゃお互い消化不良だったよな。あんたは俺に負けた気がしてねえようだし、今度は勝てるとさえ思ってる。要はすっきり蹴りがついてねえ。そうだな、確かにくだらねえ話はどうでもいい。今俺が聞きてえのはお前らの悲鳴だ。いい声で泣けよ。
番だ。ここから外に出れます。分かった。低下せ。西谷を連れ出す。そいつはあんたの正体に気づいとるんやで。人言派としての恨みもある。置いてったらいいんや。うるせえ。早くしろ。クソが。そっから非常階段で降りれます。ドア開けて。西谷は俺が。西谷生かしとるんです。殺した方が楽に決まっとる。だがするのは邪魔しい。もう済んだことや。それに鶴野の頭も全部承知してます。なんだと。するの、てめえ最初から西谷を殺す気だったな。なんでだ。そこまでやる必要はなかったはずだ。殺す必要はあったんです。そして生かす価値のない男やった。あの西谷っちゅんは何昔
俺の射程で組から逃げた若いのがおりましてな、賊上がりでまだ二十歳くらいのやんちゃ坊主でした。組を無断で抜けるんは確かに重罪や。簡単に許してたら他に示しがつかんけど、相手はガキや。じっと探すふりだけして俺は見逃すつもりやった。何があった？俺が放免したそのガキを西谷はけじめつけなあかん言うてわざわざ見つけ出した。よその組のことやっちゅうのにどっから聞きつけたんか。多分うちの親父にええ格好したかったんやろ。俺が見逃すつもりなんもみんなお見通しやった。で知らせを聞いて俺が駆けつけた時にはもう生爪剥がしたり鼻を削いだり刺した腹の傷いちいちひであぶって、西谷お気に入りのフルコースが終わりかけのとこやった。もう助かるようもない。そのガキは山に生き埋めにされようとしてた。せやから俺はガキの頭に銃でとどめさしたった。もう苦しまんで済むように。俺もあの会長にはよういたぶられました。鬼人会の闘技場では試合に勝てんやつ、体弱ったやつはすぐに間引かれる。そん時会長はさっき頭の言うてたフルコースでもてなしてた。生き残るためやったら何でもやるしかありませんでした。せやから俺はつい今さっきのことやのにもう後悔してます。あんな簡単に殺すんやなかった。もっと長いこと時間かけて地獄に送るべきやった。俺は極道を解散させるっちゅう親父の話を聞いてすぐに賛成しました。けどそのわけはあの人らみたいに小難しい理屈やない。極道が滅びなあかん理由は他にもあるんとちゃいまっか。西谷みたいな外道をのさばらせるくらいならとっとと消えた方がええ。騙し討ちで人に殺しの片棒を担がせた後じゃなきゃもっと説得力があったのかもな。俺らも消えた方がええ人間です。自分だけ格好してみよう思うても所詮同じ穴のムジナや。よっしゃみんなご苦労やった。鬼人会の頭は潰した。俺らの仕事はここまでや。あとは親父の出所を待つ。ええな。